長浜海水浴場地図長浜海浜公園とは、静岡県熱海市城多賀に所在する長浜海水浴場と一体化した公園。上、多賀地区の南東400メートルにわたって造成されている人工海浜である長浜海水浴場と国道135号に挟まれる形で立地している。もともとこの場所には、 自然海浜の長浜が広がっていたが、将来的な国道135号のバイパス工事も、念頭に置いた埋め立て工事が行われ、2004年に長浜海水浴場が人工海浜として再オープンし、隣接した長浜海浜公園も段階的に整備され現在に至っている。海浜には千葉県富津市の山綱が使用されている。本来の計画では、 現在の海水浴場、海浜公園は、北半分の第一航空に相当するものであり、2010年頃までには、南半分の第二航空の工事も終え、海水浴場、海浜公園は、現在の倍の規模になる予定だったが、斉藤栄一聖火での財政再建と時期が重なってしまったため、南半分は、手つかずのまま計画は凍結された状態になっている。電車の場合、 伊東線の伊豆高駅から坂を下って徒歩数分。乗用車での出入り口はの2カ所。路線バスのバス停としてはの3つがある。西方の山の手には伊豆高駅と熱海高校があり、北東には大川の河口を挟んで熱海高校ヨット部帝湖が併設されたとまた港がある。西脇の道路を挟んだ向かいには以下のような飲食店、温泉宿がある。 南方には国道135号沿いに第二航空予定地だった海岸線が宮川河口や池田港に至るまで伸びており、周辺には以下のような店舗がある。ありがとうございます。